東山則幸新社長で、ジャニーズ対処者、サイラッシュ。衝撃の嵐、真逆の生田東真木村拓也のエージェント契約説まで、超不穏,状態超不穏状態のジャニー北川氏、去年87の課外問題をめぐって9月7日、ジャニーズ事務所が都内で会見。その場で、富士島樹林稽子氏、57に代わり、 東山則行5 6が発表された。会見にはジュリー氏と東山のほかジャニーズアイランド社長の井ノ原義彦、47、と顧問弁護士が出席。ジャニーズ事務所はジャニー氏のせいで、っジュリー氏は社長を退任。新社長の東山は業務に専念するため、年内をもって芸能活動から引退するとも表明。 ジュリー氏は社長から退任するものの、したまま代表取締役として残り、被害者の救済と保障にあたる。再建に向けた新体制陣営の発表は10月1日ということですが、東山社長が率いる新たなジャニーズ事務所に不安を抱えている関係者、そしてなくないと言います。東山さんは会見で、 自分の課外疑惑を追求された際に最初はやってませんと答えていましたが、詳細を聞かれると本当に覚えてないですと政治家のようにのらりくらりと交わすようになったり、ジャニーズ事務所というんで表明したにもかかわらず、終盤には変えるという選択肢はあると話したり、ロゴを変えるかもしれないと言ったりと2点3点した感じも、質問やジャニーズサイドの考えを、 噛み砕いて分かりやすく話す井ノ原さんの方がまともだった少なくありませんでした。今回の会見だけではないですが、そんな東山さんが新社長になることを不安に、不満に思う所属タレントも一定数いるそうで、実際に対処を検討しているタレントが、芸能プロ関係者、ジャニー氏の成居以降、対処者が続出している会見でも今後、 対処するタレントはいるのか尋ねられた東山と井ノ原は聞いていませんと断言していたが、一番衝撃的で、そうなったらジャニーズにとんでもない激震が入ると言われているのが嵐ですね。全道